にちは、カオルンです。今日も早速撮っていきたいと思います。今日はプロ野球の読売ジャイアンツの今年引退される阿部慎之助選手について話していきたいと思います。僕今まで動画で野球のことについては一切話してこなかったんですけど、実は大の巨人ファンです。僕の家系が昔から代々好きだったよっていうことはあるんですが、子供の頃から野球に連れてってもらっていたので、今も帰ってきてテレビで見たり、またはプライベートでこう足を運んだりしてよく見に行っています。その証拠に見てください、このタオル、まだありますよ。これこんなにあります。全部ジャイアンツのタオルです。これ年々語呂が違うんですよ。毎年見えますか、ここが違うくて、毎年ジャイアンツが今年はこれだって言ってる語呂を採用してます。まあこれ僕一人じゃなくて、誰かと一緒に行ったり、あとは僕の父に連れてってもらったりして集めたやつなんですけど、すごいっしょこれ。結構オレンジのタオルいっぱいなんで、これだけでなんかこう団体で野球見に行けちゃうじゃん、タオル持ってみたいな感じです。で、今日阿部慎之助選手について話すって先ほど言ったんですが、もう僕が物心がついたのがちょうど小学校1年生ぐらいだったので、今は23歳で1996年生まれなので、6歳っていうのはちょうど2002年2003年とか、そのぐらいの時代でした。でその頃ちょうど阿部慎之助選手が最高ですっていうさよならしんちゃんの異名がついて、で好きになったので、もはや阿部選手っていうのはもう巨人と一心同体みたいなところがあって、なくてはならない存在みたいな、むしろあっても当たり前なんじゃないかっていうのが自分の中でありました。そんな阿部選手が引退されるっていうのはなんかすごい悲しいっていうのと同時に不思議な気持ちだなっていうのがあります。阿部選手はまだまだ実力も、今年はホームラン打ってましたし、たとえ実力がベテランになって少しずつ衰えてきたとしても、阿部選手っていうのはいるだけでもすごい存在感があったので、もうずっといるものなんだと、いる方なんだなっていうふうに思ってましたけど、最近ちょっとずつ実感が湧いてきました。でここでみんなに言いたかったのが、阿部選手の主題歌で「セプテンバー」っていう歌詞があるんですよ。でちょっとその歌詞を携帯から開いてみましょう。これですね、 Do you remember、 最初の歌詞 Do you remember the Do you remember the 21st night of September September? あなたは9月の21日土曜日、間違えた、あなたは9月21日の夜を覚えてますか、という歌詞があります。知らんぷりしてた僕らの気持ちを愛が変えたんだ、雲を追い払うようにね。これ9月21日の夜のことでありますが、これみんな気づきますか。これなんと今年2019年、ジャイアンツが優勝した日なんですよ。9月21日の夜、横浜スタジアムで、戦いました。で優勝しました。持ってるなーって思いましたね。阿部選手実力だけじゃなくて、なんか持ってんじゃんっていう風に思います。今日はみんなにこれを知らせたかったんです。これすげえじゃんって思ってくれた人は高評価、チャンネル登録お願いします。で今日は阿部選手が引退表明をされているということで、僕も野球ゲームをやっていて、プロ野球スピリッツエースっていうのを携帯のアプリでやってるので、今日はこれのね、ジャイアンツの選手を結構入れてるので、そのチームを使ってリアルタイム対戦で全国の誰かのプレイヤーと一緒に戦っていくのを、ゲーム実況やっていきたいと思います。くしゃみでちっこれこの間カブレラ当たったんですよ。かっこいいっしょ、なんか背景がもう違うよ他と。はい、じゃあやっていきます。試合っすね。あ、その前に僕のオーダーをお見せしましょう。
僕のオーダーはオーダー数こんな感じです。大体巨人なんですが、僕課金しないタイプの人間なのでなかなか揃ってません。この間 DH で当たったカブレラっていうのが、すごい奇跡、超嬉しかったです。控えじゃない投手、投手はこんな感じ。菅野投手の S ランク選手を持っていないので山口選手でいきたいと思います。誰先輩、阿部さんいないんですよ。誰か僕に課金をさせて。じゃ行ってみましょう。試合小川選手です。ピッチャーはちょっとこの状態やらせてください。先行だ、先行打ちたい。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔で、相手も東で持ってるよ。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先輩、よいしょ、ちょっと椅子が、阿部選手お疲れ様と言うんだ、打たせてくれ。内角で来ると思う。来た、あー、初球アウトですよ。金子千尋、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボール、いいボール投げるな。来た、2球目打ちました、アウト。打ったんだけどな。外角に丁寧に攻めてきますね。ほら、このような状況であればね、もう少し慎重に行きたかったですよね。そうですよね。振り遅れてますね。来た、ファールです。ショートゴロでした。これ2回限定の2回の裏までなんですよ。試合同点だと3回に入るんですが、3回に入るとノーアウト1、2塁からそれぞれのチームはスタートできるっていうやつで、もしそれでも同点だったら判定勝利です。見切られた、ツーシームで動け。よっしゃ、相手振る気満々だぞ。よく見ています。今度は内角見るな、うわ打たれた、あー打たれた。ヒット打たれると300ポイントなので、僕はもしヒット打てないと負けちゃうんですよ。判定負けっす。オッケー。バッターボックスには指名打者の内川選手、横浜時代の内川選手。内から入りました。できれば低めを打たすところにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。お、いいっすね。そうですね。なるほど。さあそういった速いボールでいけ。見切るな。オッケー、スライダーで逃げろ。オッケー、盗塁はされてしまいましたがセーフ。これで抑えれば、オッケー、よっしゃ、次の回でやってやるぜ。ジャイアンツの攻撃、
カブレラっすよ、見てくださいよこのポーズ、すごいよね、みんな真似したっしょ、打ってやるって、ほらほら来た、おわー、確実に行きたいですよね、打ちました、アウトです、ゲレーロ、金子千尋、まずは先頭バッターを打ち取っています、うわー打てた、今のスライダー、2球目は何で来るか、ダメっすね、岡本選手も頑張って限界突破はできてないけど特訓したんですよ、来た、よっしゃー、これで追いつきましたね、走らせたい、走らせましょう、ノーボール2ストライクです、変化球、三振です、3アウトチェンジ、三振も40ポイント入るので今僕負けちゃってますね、ジャイアンツ得点に動きはありません、0対0で最終回を迎えています、小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね、最後まで目を離せないですよね、 OK、 もう一球ストレートいきましょう、打たれた、ヒット打たれちゃいました、バッターボックスは6番中村、ヒットでランナーを1塁に送ります、バント、送りバントだ、 OK、 ここはゲッツーを取ってるんですね、そうですが、さあバッテリーどう組み立ててくれるか、一回外しましょう、内へのボール外れました、オーケー、失敗、よし、バッターボックスには強打、熱気を取りに行く場面ですから送るんじゃないですか、さあランナーをどう生かしてくるか、スライダーで逃がしましょう、もうちょっとオッケー、阿部選手にお疲れ様と言うんだ、やばい、さよならになってしまう、負けるわけにはいかないんだ、代打です、代打出されてしまう、やばいよ、やばい、来た平田選手、結構しぶといぞ、オーケー、とりあえずこの回を抑えて僕が次ヒットを打たないと判定負けされてしてしまう、狙ってますね、速いボールいけ、 OK、 とりあえず抑えました、次が延長戦なのでノーアウト1、2塁から始まるんですよ、ここでホークス守備を変え、平田がキャッチャー間違ってる、3回に入りますジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の福田、ジャイアンツ得点に動きはありません、0対0で迎える最後の攻撃です、okay、よっしゃラッキー、エラーしてくれました、ラッキー、本当です。犠牲フライで OK だ。相手はあれですね。スクイーズをするのを警戒してます。できない。走れない。代打いっちゃいましょう。去年の大活躍選手ですよ。柳田選手。僕 A ランクなんですけどね。来た、来ました、来ました、阿部選手にお疲れ様と言える、来ました、来た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 、大勝ちですよこれ、来たー、丸通りさせてみますか、
OK。 すごい、超嬉しい。カブレラじゃん。来たー。ゲレーロ状態いいね、状態いいね。カブレラに盗塁させてみよう。いいコースだったんですが、きっちりと見極めました。ランナースタート。来た。え、これめっちゃいけちゃうんじゃないの。8点取るとコールド勝ちだよ。来た。あー、アウトだ。まあいいっしょ。6点も取っちゃった。やった。最後、今日先発するマシソに変えちゃいますか。今日じゃない、今日か分かんないけど、阿部選手が引退会見するときに投げてほしいピッチャーマシソになったんですよ。一緒に優勝経験をいっぱいしてきているからなんですけど。落としてきましたが、これは外れます。次は3球目。来た。よし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 。さっきちょっと言いにくかったんですけど、阿部選手とマシソンはいっぱい優勝経験をしてきてるので、一緒にね、まあ、投げてほしいんですって。もう1球アウトローへ。さあ、バッティングカウントどこへ来るか。やばい。オッケー。バッターボックスは3番内川。ジャイアンツとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。そうですね。いい当たりだったけど、勝ったぜ。やったー、やったオッケーオッケー。2002勝だ。はい、というわけで今日は、阿部選手お疲れ様でしたということで動画にさせてもらいました。まあ、なんといってもすごいよね。まさかあのセプテンバー、阿部選手のみんなが知ってるあの主題歌がまさか巨人が優勝した日と重なって歌詞になっているなんて、まるで阿部選手があの主題歌を登場曲として設定した時から、阿部選手が引退する年の優勝はこの日だと決まっていたかのようでしたね。本当にお疲れ様でしたということで、残り CS と日本シリーズ頑張ってください。僕も応援しますよ。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。